はい、ということであっという間のエンディングのお時間でございます。早いですね。早いですね。嬉しいことにですね、はい、レインボータウン FM YouTube をやっているんですけども、そちらにコメントをいただきましてありがとうございます。マサ375さんからいただきました。おはようございます。秋のコーデがおしゃれな綾香プロ、新井美穂さんがいつもお世話になっております。すいません、いつもお世話になっております。本当にありがとうございます。で、美穂さん、ゴルフを好きな気持ちがよく伝わる SNS、 いつも楽しいですよ。ありがとうございます。ヘッドホン難しい時はミッキーのお耳でもダメか。お二人の、良いだこうだっていうのかね、こうだをお祈りしますとのことです。確かにあのヘッドホンさっき、迷ってましたからね、はい、ミッキーの耳に変えましょうか。ミッキーの耳に変えましょうか。ね、そしてあのカンさんに渡しましょうか。そうですね、今度ねヘッドホンはね、はい、コメントありがとうございます。ということで今日はあのモフシー東京のカンさん、そしてソーシャルワーカーズのゆりさん、ともやさんにお話を伺いました。あっという間でした。ありがとうございました。今日もね、あのこの後イベントがあって、お忙しい中朝からねお越しいただいて本当に光栄です。こちらこそ光栄です。あの最後にリスナーの皆さんにもう一度あの告知と一言お願いしたいなと思うんですけども、今度はともやさんから。あ、私ですか。私です、はい、あの今ちょっと油断してたのでね、やっぱりともやさんかなと思いまして、はい、お願いします。はい、ソーシャルワーカーズは、障害のあるなし関係なく、ダンスと音楽を通じて、ガンガン盛り上げていきますので、ぜひぜひあの活動の方も遊びに来てください。本日、川崎駅前12時から、そして11月24日、モクシー東京13時から、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでですね、今週もあっという間の1時間でございました。今週はモクシー東京のカン・アルフレッドさん、そしてソーシャルワーカーズのユーリちゃん、トモヤさんにお越しいただきました。ありがとうございました。またぜひご出演お願いします。はい、はい、それでは引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。本日の相手はモデルの新井美穂でした。ありがとうございました。ありがとうございました。